丸のこ,このイラストは電動のこぎりでものを切断している作業を示しています切断するものは必ず作業台において安定させます不安定ですと工具が反発し自分の足を切ったりするケースがあります 安全のポイント一、歯に破損はないか確所ボルトやネジにゆるみはないか丸2・キャブタイヤに損傷はないか丸3・アースはあるか丸4・保護カバーの状態は良いか 丸5、ブレーキの状態は良いか。丸6、安定した台の上で作業しているか。丸7、軍手をしての作業は禁止。丸8、丸の子使用中に異常音はないか。丸9、歯を回転したまま丸の子を移動していないか。 丸十、作業前にケーブルの位置を確認しているか。